大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家、いつです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ソクル40%下落到達ということでね、下落どこまでしていくのか楽しみです。さあ、現物のね、アメリカの取引は大人の足並みです。作戦会議。 スタートです、はい。このチャンネルはね入金力を労働収入から資産収入へシフトしていく過程を見ていただいております。え私は毎月5万円レバナスをね10年間購入すればファイヤーだというふうにね思っていたんですけれども2年とね数ヶ月前からねレバナスを購入してるんですけれどふと思ったんですよね。なんで俺は働いたお金からレバナス買ってんだろうと資産収入から買えないのかということでデイトレから短期取引スイングトレードを用いましてそこでドルを 稼い,で稼いだドルを円に戻し、レバナンスを変えないかなということを、ね、考えついたわけなんですよね。ただし、8月、9月は成功しておりません。10月以降成功していくのかということで、ね、まあ、それを見ていただくエンターテインメント番組と、毎月、ね、実現損益を1000ドル達成して、そして毎月レバナンスが、ね、コンスタントに資産収入から変えるようになれば、 労働収入から資産収入へシフト、ファーストステップ完了ということになります。セカンドステップ、サードステップに移っていきたいと思います。え、セカンドステップ、サードステップってあるのと思われた方、あるんですよ。私の頭の中にということでね、なってますんで、気になられた方はチャンネル登録の方をしていただいて、通知ボタンを押していただいて、日々更新される私の動画をね、追っかけていただければ、おのずとね、 答えは見えてくるということになってきます。稼ぐ力を身につける。これは特殊スキルです。さあ、ソクルなんですけれども、そ、え、こ、ー、掘る展開ということでね、えー、がっつりと一日中売られました。売られた、えー、内容、な、ね、んで売られたのかはわかりません。 先週の FOMC から引き続いて売られている年がね、まあ言いようがないと。そこは16.99までね、掘っていますということでね、まあいい感じでね、はい、下落していただいてますんで、ここをね、狙われていた方はね、チャンス到来なのかと。 私の方の、ね、チャートで見ましても、まあ出来高もしっかりとついているということになってますんでね、ねバンド多くは一応してるとは思うんですけれどね、はい、このままね、どこまで下がっていってくれるのかと。ただね、どこで底を打って、どこで急反発するのかっていうのはね、まあ分からないのが即るということになりますので、このあたりはね、気をつけていかないとと。要は底を打ってから上昇していくので、このあたり、ね、見ていただいてもそうなんですけど、一気に上がっていくんでね、まあここはね、楽しみだと。 まあ、そこを打つまではダラダラした展開でね、ちょっとね、今、現状ね、ソクル買う資金がなくて、保有されてる方っていうのはじり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 してると思うんですけれど、まあ、そこを打ってからはね、まあ、1ヶ月もあれば、ガツンと伸びていきますんで、まあ、そのあたりをね、まあ、楽しんでいきましょうとさあ。ソクルなんですけれどもね、火曜日、これね、16.99まで掘っているということで。 直近の高値っていうのは28.75で現在の終わりには17.3と。 えー、マイナス40%下落で17.25ということですから火曜日の最安値は16.99ですからね、えー、これマイナス40%突き抜けてきたと、えー、次はマイナス50%までいくのかという、ねえー、ことでチャンスは一瞬、えー、見逃すなということになってきます、まあ、50%下落するか60%下落するかは分かりませんと、えー、私自体は50%以上の下落になっていれば 最後の資金を投入していきたいなと。虎視眈々とね、どこまでそこを掘っていくのか、今ね、見定め中ということになってます。今保有しております SOXL13 株はマイナス12.24、マネックス証券19株はマイナス12.68ということでね、あとこっから10%ぐらい下がってくれた時がが会話なのかなと思うんですけどね。 はい、テスラ1.5倍ブル。こっちはね、一旦反発してからの下落でしたね。なかなかね、えー、まだ上昇をしていくだけのね、力がないのかなということで、安値の方は14.69まで掘っております。 しの方のね、えー、チャートを見ますと、ボリンジャーバンドマイナス2シグマまでは到達していないということなんで、まあテスラ1.5倍ブルー意外とね、えー、踏みとどまっているんじゃないのかなということで、この踏みとどまっているぐらい、今週の金曜日ぐらいからガツンとね、上げてくれれば面白いのかなと思っております。まあテスラ1.5倍ブルーの会話はどこなんだということで考えていきますと、 まあ先週のね、月曜日16.9、安値ですね。火曜日16.55、水曜日16.67、木曜日15.88、金曜日14.96、月曜日14.39、火曜日14.69ということになってますんで、今のこの段階ですとね、15ドルを割っている。そして、できれば14ドル台ね、中、ここのあたりで購入できていれば、しっかりとね、利益乗っていくんじゃないかなと。 買い出しスタートは14.5あたりからですかね。まあ私はね、えー、相変わらず20.22で半分利学するということでね、えー、戦略の方に変わりはありません。天証券219株はマイナス18.67。10日鉱口座46株はマイナス16.53。マネクス証券72株はマイナス9.43ということでね。まあこのマネクス証券で見ていただいてもわかるんですけれど、今マイナス9.43。 前日がマイナス7.3、その前が9.19、3.16と、ここまでマイナスですけれど、この前はプラス2.13、プラス3.66、プラス4.02、プラス8.65、プラス10.41ということでね、プラス域で10%もプラスがあったんですよね。これがレバレッジ商品の醍醐味ということになっておりますので、この、ね、浮き沈みをね、目いっぱい楽しんでほしいなと思います。 さあ、ラブ、えー、こちらの方もね、最安値付近にいてるということで、ただね、私はこのチャートを見るとね、うん、これ5分足の方なんですけれど、最安値をね、えー、ガツッと、ラブの方がね、つけて3.59、最安値をつけてからは上昇しているということなんで、まあ、ラブもね、3.59。 3.6とかね、まあ、このあたりになったら強烈に買われてるのかなと、昨日ライブ中でムーム証券の方見てましたけれど、超大口から小口までしっかりと買っていたということがありますので、今のところの底っていうのはこのね、3ドル台ということで、2ドル台にはならないんじゃないのかなと、個人的には思ってます。日足の方のねチャート見ますと、まあ、しっかりとね出来高つけて上昇しているということになりますんで、 昨日ほとんどの株がね、売られっぱなしという状態の中で、まあこのラブっていうのはね、え上昇した数少ない銘柄の一つと。 いうことになってます。まあ、それだけね、ラブの最安値っていうのが、もうこの3.59、このあたりじゃないのかなというふうに思ってますんで、まあ、今ね、ラブ買い出ししたい人は、やはりこの最安値付近ですね、3.59、まあ、ここを狙っていく。もしくはね、もうちょっと上でもね、3.7とか、3.65とかね、まあ、このあたりを狙っていくというのがね、面白いんじゃないかなと思います。 私が保有しておりますラブ、こちら748株、マイナス36.36。マネックス証券、419株はマイナス32.63ということになっております。まあ、ラブが売れるのは11月か12月頃かなというふうに、ね、考えてますので、のんびり構えていきます。ITMF、こちらの方はね、最安値、ね、更新しました。4.84。 えーまあ、見ていただいたら分かるように、ね、ンドウォーク真っ只だ中ということなんで、まあ、ドルが余っててね、2年間ぐらい寝かせれる、ね、ドルだったらね、購入してもいいのかなと。えー、私が保有しております TMF。 100株はマイナス33.24。マネックス証券80株はマイナス29.97。29. こ,こからは一般人差です。マイナス37.42。-37. 252株はマイナス34.44と。まあ、これだけマイナスを叩き出してても年末までに1000株にしたいなと。一般人サーの方でね、1000株保有を考えております。DPST、とうとう来るのか買い場がというね、えー、ことで、 こちらの方ね、しっかりとボリンジャーバンドマイナス2シグマ付近に似てますし、まあ、51ドル79セントということでね、あと一息、50ドル切ってくれれば買い出しスタートしてもいい商品だと思ってます。FAS、こっちもがっつり下がってきましたよ、ボリンジャーバンドマイナス2シグマがつっとねえ、突き抜けてきて、やっと60台できたということになっております。こちらはね、52ドルあたりからね、買い出しスタート商品です。まあ私の中でのね。 チェックはですね、えー、こちらはなかなかしぶとい、90ドルを割ってこないということでね、こちらは90ドル割らないと魅力ありませんし、86.41、これより下じゃなかったらね、えーまあ、趣旨が動いてきません。あと一息ですね。アップル1.5バイブル、こっちはね、なんか行ってきましたよということでね、 なかなかね、前回の安値24.1を割らないなと思ってたんですけど、とうとう24ドル終わってきたということになります。ただね、ここまで来るとね、ボリンジャーバンドマスニーシグマに到達するまでは我慢していてもいいのかなというような気がしてきますよね。まあ、どこまで落ちていくかわかりませんけれども、まあ、ただね、直近のス 安値は、えー、今更新していいるということで、まあ、このあたりからね、少しずつ買い出しスタートしていってもいいのかなという気がしますけれど、まあ、いつも私ね、買い出しスタートが早いんで、まあえー、マイナス2シグマに到達するまでね、まあ、もうちょっと待っててもいいのかなとは思いますよね。はい、NVIDIA1.5 倍ブル。こっちはあんまり落ちないません <laughs> ということなんで、ま,あ、まだまだこれはね、県、えー、ですね。 残念ながら売却の方はありませんので、実現損益に変化はありません。3月から9月の累計は4467ドル18セントと、まあ、10月か11月でね、えー、ガツーンとテスラ1.5倍ブルとかラブをね一気に売却したときに実現損益ね、一気に積み上げていこうと思ってますんで、 まあなんとか7000ドルぐらいまでにはね、年末までになるのかなと思いますけれど、ちょっと1万ドルがね、遠のいていってるような気がします。今、これだけね、えー、いろんな商品がお買い得圏内に入ってきてると、さあどうするんだという、ねえー、ことになってるんですけれども、私の場合ですと、今ね、えー、趣旨が動くのは、速度が50%下落、60%下落までなるかも分かりません。待機資金の方は置いておかないとだめなんですね。ですから、まあ一番のね、えー、私 の今残ってる資金を投入していく基準としてはソクルが第一候補と。えただしなんですけれどラブの方もまここまで安くなっていてね。そして能の,の、えー、ラブの。 買われ方っていうのを見てますと、まあ今がね、えー、そこね、付近に似てるっていうのは間違いないのかなというふうに私は確信しましたので、まあラブの方もね、少しだけ、岡さんの、えー、一般にサークの方でね、えー、長期保有をかけていきたいなと思ってますんで、 若干買ってます。若干買ってます。えー、ですけれど、これはまあ、えー、短期売買用ではないんでね、えー、このチャンネルは一応短期売買用のチャンネルということなんで、今日はね、株買ってるとか何ドルで買ってるとかっていうのは、えー、出してませんけれど、えー、一般に作家の方でね、ラブの方、特産講座の方で購入し始めているということで、まあ何株買えるかはわかりませんけどね、まあそんなに買えない線 このチャンネル自体は今ある手持ちの資金を注入して何ドル稼げるかっていう番組ですから即、まあ、ロの資金を使うわけにはもちろんねいかないということで今ね え、余っている、あの、私のお小遣いをね、まあ、投入していってるというようなことなんで、まあ、このね、チャンネルの趣旨とは合いませんので、ね、まあ、こちらの方は公開していないと。私的にはね、悪材料出尽くしてるはずなんですよね。ですから、昨日ね、アメリカのマーケットが下げてるっていうのも、大したニュースがあって下げてるわけではないんですよね。ずる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 、まあ、先週の FOMC に引っ張られてるということになりますので、どこかのタイミングでガツッと上げると思います。そのタイミングっていうのは、 っとすると金曜日の、ね、PCE なのかなというふうに思ってます。ただね、絶対に負けない取引ということでね、株価が下がったらね、含み損益が、ね、出るのは当たり前なんですよ。株式っていうのはね、下落と上昇を繰り返していくんですよ。下落しっぱなしで終わるということはありませんからね、必ず下落すればそこを打って反発するということになりますので、反発するまでね、余裕ぶっこいていればいいということで、損切りの必要なし、株価戻るまで余裕ぶっこいて感染。10月、暴落。 取らないいいてるる信者がいるか根拠なしという、ねえー、ことうこで、まあ、ただね、40%もね、ソクルがね、下落してくれば、まあ普通の人はこれ暴落だと思うかもしれませんけれど、ソクルってどうでしょう私は60%以上ね、下げてこないと、まあ暴落じゃないのかなというふうにね、えー、感じております。このあたりは人それぞれだと思いますけれど、皆さんは何から暴落だと感じますかまたこのあたりもコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。次はライブ放送でお会いしましょう。さよなら。